百分身でやってくる。そこ絶対今の未決破だろ。どっちでもいいけど、さすが。あー、ゲージたまらない。これは茜の勝ち。どれこよりことかネタキャラだろう。
山並さん勝ったら三段昇格だよ。おう、さあ EF コンボできず、あーそこにいた。さあ実は記憶力ゲームだったアルガナ。さあ攻めて攻めて、1ドット減らした。ここからあるのか、ここからあるのか、さあ今のはうまい。さあ飛び込んで様子見。うわあ、ああ、あっさりと決まってしまう3段に昇格。さあワラリリか、勝てば7球に昇格。さあそこを投げ返した。いい昇竜、なんという、これはまだ、いやこれは残る、残るけどうさんくさく勝つ。さあ夏木ゼニア対山並さんだ、バカね。さあ画面足で置き攻めを選択する。
やはりおもむろに出した足が怖いからの、あーと茜だった、一本取ったのは茜、今度高すぎた、さあ強気に攻めるバックステから一本返す、今度はうまく画面足を抜け出してバックステから立ち、奥攻め、あっと今度はもうワンセットできないが、ここは足を2発、ここでバースト、空中で勝って勝ったのは茜、さあ初段ダービーさんドロシー対山根さん稲葉茜、山並さんラブ勝てば余談いいよ、さあトランプちょっとタイミングがずれた、それきっちり食らってしまう、スリーまで行って、さあ僕のターンどうする、ドロシー先端届いた、何それから